沼澤邪鬼。175cm 93kg 宮本裕戦状況はどんな感じですか。あ、これが今日で1勝2敗。他のやつは、え、誰だ。宮本が2勝2勝ですね。武田は1勝
2勝武将たちに負けてますね。はあ、わかんねえ。でもまだチャンスはある、はあ、絶対俺が代表のデスマッチを全部背負うつもりで一騎当千とあのいやどうなんだ竜戦にかけて、ね、何としてでもまずはトーナメント残ります。矢沢先生が言ってた1回目散々な目に遭う、2つ目落とし前をつける、3つ目は余裕、それをその通りに矢沢先生の言った通りにやります。言ってることは分かんねえ、分かんねえ、もう自分が分かんねえ。